今回はね、運営がね、削除したアイテムたちがあったから紹介していこうかなって思います。まあ別に今日のアイテムショップから、まあ、こういうアイテムショップから消されたってわけではない、まあ、まずは、まあ、ミスタービーストなんやけど、ミスタービーストってこんな感じのセットがあったと思うよね。で、こっちのミスタービーストはバックブリングがあったと思うんやけど、こっちのミスタービーストはバックブリングがないんよ。で、本当はこっちのミスタービーストにもね、バックブリング、まあ、バックアクセサリーがついてくるはずだったんだけど、なぜかね、運営によってね、削除されたらしい。まあ、削除っていうか、破棄されたらしいね。でね、これはね、結構前、2月ぐらいの情報なんやけど、あとはね、サスケのスキンがあったと思うんやけど、まあ、これ。まあ、サスケって、まあ、これか。この、目が変わるだけだと思うよね。けど、本当はね、サスケってね、まあ、こんな感じで、大人バージョンのスタイルが追加予定だったらしい。けどね、結局ね、その大人スタイルが追加されないで販売されちゃったらしいね。だからワンチャン今後来るかもしれないね。でね、あとはね、最後なんやけど、マーベル系のさ、ホークアイみたいなやつがいいと思うよ、こいつら。こいつらってこんな感じのセットがあってさ、グライダーがあると思うよね。けど本当は、この二人のスキン一つ一つにグライダーのセットがつく予定だったんだけど、なぜかね、破棄されちゃったらしいね。まあ、大体こんな感じ。全部コラボスキンで、しかも全部さ、そこそこ人気のあるやつらが、毎回ね、何かしらのアイテムがね、削除されてるっていう。